逆にこれ作ったやつは、え、こう私、こういうことも知ってますけど皆さんわからないんですかって思いながら作ってるだろうっていう感じがする。すごく。どうです。皆さん知ってる通り、僕って一人でこういう活動してるじゃないですか。一人で撮影して、一人で編集して、まあ毎日やってるんですけども、そうするとですね、まあうまくいかねえなっていう時って結構あるんですよ。まあ、誰かが撮ってくれてるわけでもないから、まあここ映したいなっていう時にスッと対応できなかったり、こういうツッコミとか入れてほしいなっていうボケをした時に誰も突っ込んでくれなかったり、まあ、そういういろいろ弊害が出てくる時ってあるんですよ。この前、宮崎県クイズの動画を上げたじゃないですか。その時にね、ザ一人の弊害だなっていうことがありまして、実はね、あの動画2本目なのよ。あの撮ったのはね、もう結局ボツになっちゃって、今んとこまだ出てないんですけど、なんでボツになったかって言ったら、まあ見てもらえればまあわかります。ボツ動画だったり未公開の部分だったり、消化する場所を僕が今まで設けてきてなかったので、ちょっとしっかり結構1本分ぐらい撮っちゃったんで、ちょっとどこかで消化ができないかなということで、今回そちらを見ていただきたいと思います。ということで、まあなぜボツになったんだろうっていう部分を楽しみに、見てください。ということで、どうぞ。よいよ。毎月恒例宮崎県クイズ。今回使うサイトもですね、概要欄に貼ってますので、皆さんぜひ見てください。ちゃんとね、上級を探してきてますからね。これでね、問題が簡単だったらもうこれだよ。1番、宮崎県の県旗は ?1 番、読めない。2番、フェニックス。3番、ワシントニアパーム。4番、イチョウ。これちょっと1個目が普通に読めないんですけども、これね、多分引っ掛けようとしてワシントニアパームを入れてると思うんです。ただ、ワシントニアパームは別に県の旗というわけではない。宮崎市内に行ったことある人、住んでる人はわかると思います。ワシントニアパームがいっぱい並んでるんですよ。だけども、フェニックスです。正解は。あ、これ正解は最後に教えてくれるやつか?これ正解は最後に教えてもらえるやつだ。正解は最後に。第2問。25年ほど前の、宮崎市大塚町、現在、マミーズマートは、ある娯楽施設がありました。その娯楽施設とは?ちょっと待ってくれ。マミーズマートってどこだよ?大塚らへんでしょ?マートっていうことは、多分スーパーみたいな感じなんでしょうね。スーパーにありそうなやつ?スーパーにありそうなやつがない!どうしよう。うわぁ、うわぁ。はぁ?いや、これはちょっと僕の願望です。温泉施設。はい。これがやめてほしいよな、この答えが最後にわかるやつ。第3問。宮崎県のご当地ヒーローの名前は?簡単!一つ目、天孫降臨、朝海座。2、天孫降臨、日塚海座。3、天孫降臨、豪快座。4、天孫降臨、ヒムカイザー。これはヒムカイザーです。もう、まごうことなく。豪快座はなんかそういうレンジャーいたよね。豪快座みたいな。ちょっと待って、3問だけなの?きつい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 。尺足りんって、1分もならないよ。これじゃあ。いいや、とりあえず結果を見ましょう。結果は3問中2問正解。うわ、マミーズマート間違ってたろ。じゃ、答え見ていきましょう。第1問の宮崎県の県旗は、まあ、これは合ってました。フェニックスです。第2問ね、このマミーズマート。うわ、2択で外した。ゴルフ練習場だったんだ。そう、打ちっぱなしみたいなところがあったらしいです。第3問ね、ヒムカイザー。これはもうもちろん合ってました。今回は、そもそもマミーズマートという場所を知らなくて、そして、構成的に3問しかないクイズのサイトを選んでしまって大変申し訳ございませんでした。あー、ちょっと待って。あー、今までで一番クリーンヒットかもしれん。ハゲる。し
知らないよ、上水真央。どこだよ、バカ。今んとこ3問しかしてないじゃないですか。さすがに3問じゃ、尺的にも終われねえっていうことで、同じ形式のサイトの中で、宮崎検定みたいなのがありましたので、それをもう一個やっていきたいと思います。第1問、宮崎県内にある次の各市の記述のうち正しいものを選んでください。はい、これ動画で知りにくい。もうね、本当にさ、動画にしづらいって、こういう問題の出し方されたら俺の顔一切見えてない状態になってるよ。今問題文しか見えてないから、多分めんどくさい。もう一個一個僕毎回作ってるんですけど、これはもうスクショします。めんどくさすぎる。もうちょっと怒ってます今。まあ、しょうがないですよ。この人が悪いわけじゃない。僕がこれを使って動画を撮ろうと思ったのが悪い。まあ、とりあえず考えていきますか。宮崎市と延岡市は、まあ、わかります。ただ、3、4はマジでわかる。串間市は、本当に行ったことない。もう行ったことないからいい。串間市にします。もう読むのに疲れた。もう次も、こんな感じの問題文を出されたら、もうこの動画をやめる。ボツでいい、もう。めんどくさい。宮崎県内にある簡易裁判所として実際に存在しないものを選んでください。1、日南簡易裁判所。2、高千穂簡易裁判所。3、海老野簡易裁判所。4、西都簡易裁判所。誰がわかる？逆にこれ作ったやつは、私こういうことも知ってますけど皆さんわからないんですかって思いながら作ってるだろうっていう感じがする。すごく知らん。そもそもわからんから海老野簡易裁判所にする。3。あー、もうやめた。もうやめる。もうこんな動画は撮らない、俺は。またこんな出し方してきやがった。うぜえって、マジで。もう俺ちょっと無理だ、今日は。もう俺もうやりたくないもん、今。めちゃめちゃやりたくない。この動画もうテンション下がりました。めちゃめちゃやりたくないです。うわー、マジ、うぜえ。ボスとか作ってる場合じゃねえんだな。ちょっともうやめるわ。今日やめよう。もう無理。ちょっとやめろ、今日。もう無理だ。やってられん。こんなもんは。はい、ということで、いかがだったでしょうか。こういうことです。クイズっていうのが本当に一番一人でやってて、うまくいかねえなっていうものなんですよ。今までの分も見てくれてる人はわかると思うんですけど、大体クイズ番組って一番最後にちょっと難しい問題持ってきたりするじゃないですか。まあ、それがバカみたいに簡単だったり、今回みたいにね、編集がしづらいような、問題が出てきたり、問題数があまりにも少なかったり、今まではね、そういうのにちょっとイラッとしても別に続けれたんですよ。まあまあ、ちょっとそれもまた、ちょっと美味しいかなって思って撮影して編集できてたんですけど、あまりにもちょっとイライラしすぎちゃって、僕がもうなんか編集で面白くできる動向じゃない、編集でこう画面に出しづらい問題が出てきちゃったんで、ボツにしました。あんまりボツって作りたくないんですよ、一人でね編集して出してるから。ボツの動画を作れるほど時間がないんですよ。なんで本当にイライラしました。今までだって鹿が全然出てこなくてもイライラせずにどうにかオチをつけよう、問題がどんなに簡単でもまあオチをつけようとか、まあなんとなく頑張ってきましたけど、今回はちょっと無理でした。すいません。まあ、ということでね、こういう影の努力とか、いろんな壁にぶつかったりとか、そういうことを得て皆さんに、楽しい動画を届けて、皆さんが見てくれて笑顔になってくれればいいな、少しでも宮崎のためになればいいなということで、今後も、頑張って活動していきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。